ねありますから、結構発祥の地が多いんですよ。ルーズソックスも水戸の女子高生から始まったとか。あ、そうなんですか。そうなんです。そういう何ですか、都市伝説が あるんですけど。台湾からの観光客に向けて茨城を PR する観光イベントが茨城県大洗水族館で行われ、台湾生まれ茨城育ちの渡辺直美さんが登場しました。アシカとの共演やご当地クイズ大会で会場は大盛り上がり。イベントテーマの開運茨城にちなんで、目覚ましインタビューではこんな質問。直美様、最近はい、運が良かったなと思った出来事ってありますか？毎日ハッピーですね。なんか結構不幸中の幸いがめっちゃ。ニューヨークでお仕事で別の地域に行くときに、カウンターに行ったらまさかのチケットが取れてないっていうことがあったんですよ。まずチケット取れてないってどういうことみたいな感じなんですけどもそうよくあるんですよね。アメリカのお仕事だと結構ちょこちょこそういう事件が起きるんですけど、必ずどうにかなるっていうのが多いんですよね。やっぱりあれなんですか、こう自分のこう日頃の行いがいいなって思ったりするんですか？思います。日頃の行いはもうみんな大事ですよね気をつけてます。そうですね、はい、私もちょっと気をつけたいと思いますなんかあったんですか気を取り直して次の質問。大切な人を茨城に招待するとしたら、どんな場所に連れて行きたいですか？茨城やっぱいっぱいあるんですよ、うん、いいスポットが、はいはい、この水族館なんてもうデート中のデートですし、で近くに海鮮もあって、ちょっとこう海がやっぱ綺麗ですから、しっぽりとそこでね手とか繋いじゃって、やだ、そういうデートスポットもあったりとかあとは袋田の滝っていう滝があるんですけど、そこもいいですいや自然がすごいねありますから、結構発祥の地が多いんですよ。ルーズソックスも水戸の女子高生から始まったとか。あ、そうなんですか。そうなんです。そういう何ですか、都市伝説があるんですけど、国内外問わず、はい、今年挑戦してみたいことってありますか？歯の矯正。お綺麗じゃないですか。いや、歯医者さん行ってみようと思って行って、はい、君は歯並びがダメだねって、もう本当に厳しいんですよアメリカ歯が。なんか知らなかったです私。マジですか、はい、歯見て喋ってますみんな多分マジでずっと歯見て喋ってくる感じぐらい、歯を大事にしましょうみたいな感じらしいので。歯の矯正ということで。歯の矯正ですね。あとはニューヨークで車を運転できるようになりたいです今年は。それってなんか免許とかは。免許も一応2年前に取ったんですけど、はいはいはい、怖すぎて運転できないですね。 でっかいさピックアップカー知ってます、はいはいはい、後ろの荷物入れる、はい、あれ運転したいんですよね。うわ絶対かっこいいですね。絶対かっこいいですよね。片手でこう片手でバーン